小立ち長考小立ちとは、立ちの一種で、波長が二尺前後の刀である。一般的に、低寸刀と短刀の中間の長さとされる。脇差し全般がそれに当たるという説、大脇差をそう呼ぶという説、また、大小二本を指すときは刀、脇差しと、それぞれ呼び、一本のみを使用するときに、小立ちと呼ぶなど、諸説ある。現存するもので脇差しではなく、 小立ちとされているものは、いずれも波長が2尺より、わずかに短いもので、脇差しでは、大脇差しに相当する長さである。なお、現行の重刀法における、刀剣類登録の分類では、立ちはあるが、小立ちの種別はないため、小立ちとされているものでも登録上はすべて、脇差しとして記載される。記録としては、鎌倉時代から存在していたと言われ、 投稿として、名高い木一門の手になると伝えられるものが、外装も含めいくつか現存しているが、当時どのように使われていたかは、実はよくわかっていない。用途としては、鎌倉時代の貴族たちが、武士たちが身につけていた太刀をしゃれて、履こうとしたが、彼らの主な移動手段である牛車に乗る時邪魔になるので短いものを作らせた、もしくは、武士の子供用の太刀であるため短い。 女性用であるため、短いなどと言われているが、いずれの説によっても、当時小立は、実践で使われたという見方は、あまりされていない。後になって、小立術という武術が生まれたが、この時代には、仏器として、白洋様式の小立は使われておらず、これは脇差しを片手で扱う剣術のことである。小ちを用いた剣術としては、戦国時代の剣豪、富田正元が収めた。 中条流が知られている。ありがとうございます。